ねえ、ゆうや、お願いがある。何？お金貸して。は？お願いします。財布落として家賃払えないの。え、マジで？うん。どこで落としたの？もう探せない感じ。無理。やってて覚えてない。警察には？まだ行ってない。てか行っても意味ないよね。いや、まだ希望あるかもじゃん。ないよ。財布落として現金そのまま帰ってきたなんて人いないよ。そんなのわからないよ。6万。え？今は自分の財布より現金6万が必要なの。明日家賃払おうと思ってて全財産財布に入れてたの。その財布がなくなったの。ねえ、お願い。ゆうやなら多少余裕あるよね。たくさんバイト入っててお金持ちだもんね。俺だって余裕ないよ。てかなんで俺なの？だって私が連絡できる男子ってゆうや以外誰もいないんだもん。そんなことないだろう。そんなことあるよ。割と人気者だろ。全然人気ない。大学でも浮いてるし。俺の方が浮いてるわ。そんなことない。てか親には連絡した？言えないよ。財布落としたなんて。しかもあの財布はママからもらったやつだし。言いにくいのはわかるけど、俺より親に頼った方がいいと思うよ。その方がすぐに貸してくれそうだし。ゆうやに借りたいの？なんで俺なの？ねえ、お願い。絶対返すから。毎月1万円ずつ返す。半年で絶対完済させるから。お願いします。ちょっと待って。すぐには決められないよ。明日には必要なの。払えないと追い出されちゃう。そんな1ヶ月払ってないだけで追い出されることないと思うよ。お願いします。じゃあ分かった。今から親に電話して貸してくれなかったら俺が貸してあげるよ。本当？嬉しい。ありがとう。今から取りに行ってもいい？まだ早いよ。一旦親に電話しないよ。分かった。電話して無理だったらすぐに LINE してもいい？うん。5分後。ダメだった。ママもパパも貸してくれなかった。もう終わりだよ。生きていけない。5分くらいしか経ってないけど、本当に終わったの？うん。泣きながらお願いしたけど無理だった。即切られた。どうしたらいい？本当に貸してくれない？お願いします。私にはもうゆうやしかいないの。わかった。貸すよ。え、いいの？うん。ありがとう。本当にありがとう。今から取りに行っていい？いいよ。ありがとう。チャリ飛ばしていく。オッケー。1時間後。本当にありがとう。命の恩人です。ご飯までご馳走してくれて本当にありがとう。無一文じゃしんどいだろ。神様です。毎月末なら行けそうかな。うん。25日が給料日だから、その近くで会える日程あったらその時に渡すって感じでいい？振り込みだと手数料かかるから。いいよ、それで。ありがとう。6ヶ月後には全部返すからね。うん。ありがとうございます。1ヶ月後。ナミ、明日大学来る？ごめん、体調崩したから行けない。え、大丈夫？うん、多分寝てれば治ると思う。そっか。今月分の支払いなんだけど、行けそうかな？もう28日だから給料入ったよね。ごめん、想像以上に少なかったから、払いたくても払えないかも。え、どういうこと？うちのバイト先マジでブラックすぎて、給料全然払ってくれないの。今月12万くらい入る予定だったのに、5万しか振り込まれなかったの。それやばくない？やばいよ。何回も電話してるんだけど出ないの。バイト先変えたら？そうしないとまずいよね。でも楽な仕事だから続けたい気持ちはある。でも支払われないんだよね。うん。で、どうするの？お金だよね。うん。来月2万返すから今月はなしてもいい？まあ現状それしか出ないよな。そう。今月1万返しちゃうと追加で1万借りなきゃいけない。それだと意味ないね。だよね。じゃあごめん。LINE してるだけでも辛いから、そろそろ寝てもいいかな。うん、いいよ。ありがとう。体調良くなったらまた LINE するね。うん。1ヶ月後。ナミ、久しぶり。あんまり SNS とか更新してないけど、体調の方は大丈夫？大丈夫か大丈夫じゃないかで言うと、大丈夫じゃないと思う。マジ？うん。変な咳ずっと出てるし、大学にもバイトにも全然行けてない。そっか。ちなみに今26日だけど、2万円は返せそうかな。ごめん、無理。本当に申し訳ないと思う。でも本当に無理なの。そっか。未払いの分はどうなったの？代表から連絡返ってこない。資金繰りが厳しいんだって。本当にムカつく。なるほど。
他でバイトはしてないんだよね。してない。今はそんな気力もないし。楽で高時給のバイトある？いや、俺は知らないな。だよね。ごめん、返せそうになったら LINE してもいい？絶対に返すから。うん、1週間後。今電話無理かな。ごめん、電車乗ってる。どうしたの？もう3万貸してください。え？バイトの給料が全然入らなくて、それしか収入源なくて、未払いに未払いが重なって、本当に今苦しい状況なの。もう2日もご飯食べてないし、家賃の支払いもできてないし、このままだと携帯もガスも水道も電気も全部止まる。生きていけないからお願いします。必ず必ず返すから、もうあと3万貸して。さすがにそれはないんじゃない？無理？本当は4万欲しいんだけど、さすがに合計10万だときついよね。だから最小限の3万にした。マジでこれないと無理なの。来月からは2万ずつ返す。最後の月だけ1万返す。お願いします。今の私を救ってください。ごめんね、さすがに信用ないかな。え？6万貸してまだ1円も返ってきてないよね。それなのにもう3、4万貸してって言ってくるの？さすがにそれはないよ。自分でも分かってるし、こんな恥ずかしいことしたくない。このまま消えたいとか思ってる。でもそれじゃあダメだよね。私だって行きたい。でもダメかもしれない。追加で3万貸してくれたら1万プラスで返す。9万借りて10万円にして返す。これならどうかな？そんな返済プランでいけるの？いける。さっきマネージャーから返信あって、未払い分が返ってくるの。だから毎月2万円の支払いはできる。逆に今3万もらわないと生活できないから、バイトにも入れないし、体調崩して病院とか行かなきゃダメになる。病院行っても保険証ないし、10割負担になるから、さらに借金苦になる。お願いします、もう3万貸してください。これで最後にします。わかった、もうこれが最後だよ。いいの？うん、ただし今月末から2万円ずつ返金してね。はい、今から取りに行ってもいい？うん、いいよ。ありがとう。ゆうやは本当に神様だよ。何言われても逆らえない。私にできることがあるなら何でも言ってね。早く体調直して働いてね。うん、頑張る。1ヶ月後。久しぶり。体調治ったみたいだね。給料日はどうだった？2万円は払えそうかな。翌日。ナミ、大丈夫？全然既読つかないけど、最近大学にも来てないけど、本当に大丈夫な感じ？翌日。ごめん、携帯止まってた。え？ずっと返信しなかったんだけど、携帯止まってて動かなかった。え、でもインスタにはログインしてたよな。インスタだけは機能してた。 LINE は900件くらい溜まってて、ゆうやのやつが埋もれたから全然確認できなかった。そうなんだ。支払いなんだけど、今どこにいるかな？俺そこまで取りに行くよ。来月でもいい？え？今実際携帯溜まってて、ご飯も全然食べれてないの。ペイペイなら2万円分あるけど、現金じゃないから渡せない。もう、じゃあペイペイでいいよ。電話番号を教えるからそこに送金してよ。ごめん、これはバイト先の先輩からもらったペイペイなの。これがないとご飯食べられない。現金用意できたらすぐに連絡します。だからもうちょっと待ってほしい。他の人にも借りてるの？違う違う、この先輩はおごってくれたの。私があまりにも食べれてないって言ったら、私も最初は悪いと思って絶対返すって言ったんだけど、その人いい人だからあげるって言ってくれた。え、それ俺のこと煽ってる？え、なんでなんで？徴収してる俺に対して煽ってるだろ。煽ってないよ。じゃあ気をつけた方がいい。すげえ気分悪いから。はい、気をつけます。で、いつ返せるの？さっきも言ったんだけど、お金が用意できたら返します。本当にごめんなさい。それはいつなのって聞いてんの。わかりません。逆になんでわからないの？給料がちゃんと入るかわからないから。未払いの分返ってきたんだよな。全額じゃなかったの。は？普通全額だと思うよね。でもそうじゃなくて、ちょっとずつ返すって意味だったの。ちゃんと調べろよ。ごめんなさい。てかどういう金の使い方してるの？一人暮らしはお金かかるんだよ。実家暮らしだと想像しにくいと思うけど。え？また煽ったよな。煽ってない。いや確実に煽ってるだろ。一人暮らしがそんなに偉いのか？借金してんのに返済できない方がよっぽどヤバいと思うぞ。怖いよ。ゆうや変わったよ。元の優しいゆうやに戻ってよ。そっちの対応がおかしいんだぞ。
とにかく準備ができたらすぐに連絡します。2週間後な、どういうこと？なんでディズニー行ってんの？金欠なんじゃないのかよ。ごめん、言ってなかったよね。実は彼氏できたの。秋田のことは知ってるよね。同じ学部だよね。がっかりしたよね。ごめんね。彼氏できたことで怒るわけないだろ。え、誰と言ったじゃない。なんで金ないのに言ってんだで怒ってんだよ。ごめん、そうだよね。早く返さないとダメだよね。いくら使ったの？覚えてない。奢ってもらったの？ううん、割り勘だよ。じゃあいくらかわかるだろ。いくらなの？答えたくない。なんで？申し訳ないから。どこに申し訳なさ感じてんだよ。いくらかくらい言えるだろ。言いたくない。トイストーリーホテルに泊まって、ランドとシー両方に行って、あげくミラコスタのレストランまで。お前これ一体いくらなんだよ。ごめんなさい。謝罪はいらない。正直に言えよ。返す気なかったって。違うの、アキトに誘われたの。だから断りきれなくて。ふーん、アキトから誘ったのか。うん。じゃあ確認してもいい？ね、今から電話してみるわ。やめて。なんで？お願いします、アキトを巻き込まないで。ね、やめてよ。15分後。今電話してきた。お前嘘ついたな。ディズニー行きたいって言ったのお前じゃん。最低。でもいい彼氏だな。今までの借金のこと説明したら代わりに全額返してくれるってさ。は？よかったな。ちょっと待ってよ、それアキトが言ったの？うん、確認してみろよ。よかったわ、9万も返ってきて。なんでそんなひどいことするの？お前が金返さずに遊んでるからだろ。ひがみうざいよ。ひがみ？俺がいつお前にひがんだよ。おい、聞いてんの？おーい。1時間後。最悪、別れられた。どう責任取ってくれんの？え、どういうこと？お前振られたの？だからそう言ってるじゃない。マジかよ。ちなみになんで？そんな金にだらしない女とは付き合えないって。マジかよ。あ、確かに今アキトから LINE 来てるわ。でも待てよ、9万円返したら付き合うって言ってるぞ。よかったじゃん、まだチャンス残ってんじゃん。そんなの無理だよ、どうせやり直してくれないよ。お前それ返したくないだけだろ。そんなことない。てかお前はマジで何なの？ちょっとくらい待てよ。え、今俺が怒られてんの？当たり前でしょ。あんたが余計なことしなかったら、私は今でもアキトの彼女なのよ。いやいや、お前が金返してれば何の問題もなかっただろう。もっと言えばディズニー行ったことインスタに載せるなよ。債権者も見える場所でアピールするって手のすぎるだろ。そんなに承認欲求満たしたいのか？うるさいうるさいうるさい、とにかく訴えるから。は？俺を？うん、覚悟してて、慰謝料請求してやるから。俺をどの罪状で訴えるんだよ。マジで頭悪すぎだろ。私のこと好きだったくせに、だから下心満載で金貸したくせに、彼氏いるからって急に態度変えて、マジでダサすぎ。だからお前彼女いないんだよ。まあこれが最後になるから言うけど、俺普通に彼女いるぞ。え？下心で貸したと思われてんだ。マジで全然違うぞ。大学の友達がただただ辛そうだから助けの手差し伸べただけだぞ。その恩をあだで返すとは、そりゃ好きな人にも見放されるわ。じゃあな、借金モンスター。後日談。こんばんは、西本優也です。彼氏のアキトのおかげで僕の9万円は無事返ってきました。この後ナミはアキトとやり直したいのか早急に9万を返したそうですが、返済した瞬間アキトにブロックされたそうです。そりゃそうですよね。ちなみにナミの借金の主な原因はパチンコだったそうです。すべて後になって分かったことですが、なおさら許せない気持ちになりましたね。皆さんの周りで友達に借金してる人はいますか？返さないといけないのに SNS で豪遊してるのを投稿してる人を見かけませんか？僕の周りにはナミ以外にもそういう人が結構います。金の貸し借りは気をつけましょう。